はい、おはようございます。全身筋肉痛でございます。昨日事件が起きたんですよ。その後に。ね。事件が起きたの。なんと。ね。それでもう体動けないから、このソファーでゴロンってなってて、お腹が空いたからでも今日はウーバーで贅沢しようかなってね、自分のご褒美のために。最近ウーバーイーツも全然頼んでなかったからさ、自炊とかしてたし。で、ウーバーイーツでラーメン屋さんを頼んだな。ね。なかなか来ないわけよ、時間通りね。そう。9時か8時ぐらいに頼んで、1時間ぐらい遅れてるわけ。それ何なんだろうなと思って、こっちからね、連絡メッセージ送れんだよ、配達員の人にさ。今どのあたりですかってね。で、地図を見たら、もうお家の目の前にいるんだよね。それあれなんかおかしいなと思ってね。それでなんか、配達員さんかな、折り返しの電話が来たの。電話もかけられんのね。ウーバーイーツってかかってくんだよ。080かなんかからね。それでかかってきて、今どこなんですかって言ったら、いや、近所にいるんですけど、住所がわかんないんですって。みたいな。だって今までウーバーイーツね、頼んでるけど、ほとんどの人がね、ちゃんと届けられてますけどって、いや、住所が出てこないんです、みたいな。あ でしょ。いや、住所はちゃんと書いてあるし、登録してますけど、って。で、なんか、ウーバーイーツからの住所がどうのこうのって言うんだよ。更新されてないというか、ずれてるっていうかね。みたいな。って、じゃああなた、この辺配達したことないんですか？つったらね。まだウーバーイーツやって5日目とかなんだって。新人さんみたいで。あらって、じゃああれなのかしら？とか思ってね。5日目。で、電話で、じゃあ何が見えますか？とかね、ナビゲーションしようと思ったら全然わかんないの。なんか、大山さんのお家の前ですとか、そう、わけわかんないこと言い出して。いや、個人宅の名前出されても私わかんないんだけどって、なんか、ねえ、例えば、建物のさ、特徴とかね。そういうの言ってくれればいいじゃん。でもね、なんかそういうことばっかしか言わないんで、ちょっとね、言い方悪いけど、これなんだよ。ねえ、ちょっと、ね、これなんだよ。話の仕方もね、なんか、歯抜けて、全然会話も通じないしね。で、なんか、リストラかなんか、職を失ってそのウーバーやったのかな、みたいな感じ。これね。それで、なんだかんだね、結局、住所わかんないっつって逆ギレされたの。お客様が、ウーバーに問い合わせて、連絡してください、みたいなガチャンって切られたの。ええー、とか思って。で、私もムカついて、外に出てったんだよ。何こいつとか思って。そしたら目の前にいるの。おじさんが。あんた目の前にいるじゃん、みたいな。うちここ、みたいな。で、ビルの名前とか特徴とかも私話してね、わかってるはずなのになんであんた、目の前にいるのわかんないの？みたいな。いやー、なんとかで、とか言って言い訳すんの。やばいでしょ。ねえ、ラーメン頼んでんだからね。まあ、生麺だから伸びることはないけど。じゃあもういいやって商品くださいっつったらさ、商品を投げてきたの。ポンって。地面に。ええー、みたいな。で、私、ラーメンとチャーシュー丼とね、餃子を頼んだけど、それがひっくり返って、道路でね。おめえ何してんだよ、みたいな。で、あっちもなんか、ウーバーでね、電話中だったの。
電話中に私がね、外に出てったかな。ちょっとあんた電話貸してよってウーバーに文句言うからって言ったら、ブチってあっち切ったんだよ。こいつ、みたいな。で、あなたね、謝ることってできないのって。言い訳ばっかしてるけど、最初は遅れてすいませんとか一言ね、もう1時間以上待ってんだよ、こっちは。それが接客業じゃないのってね、言ったら、うるせえぐらいに言うんで、うるせえなとか言うの。だってこっちはね、5日間しかね、やってねえし、みたいな言い方するの、はぁ、みたいな。ふざけんじゃねえよ、こら、とか言って、いや、マジでガチ切れしたんだよ、私。おめえよ、って言ったら、そのまんまバイクで逃げたの。ビャーつって。なれーつってさ。もうね。で、私もね、追いかけたかったんだけど、全身が動かなくてね。とっ捕まえたかったんだけど、ね。ウォーキングした後だし、全然体がついてかないのよ。もう声しか出ないの。それで、もう、ムカついたかな。ウーバーイーツってさ、最後に、評価ができんだけどね、あそこバッと評価にして、で、その後にね、アンケートフォームみたいな、なんか、不備がありませんでしたかみたいなね。だもうそこに、ね、商品に破損があった。ね、配達員のね、態度が悪かったって、もう全部押してやったかな、私も。もう全クレームですよ。いや、久々にイラついたよね。だってさ、頼んだ商品を投げつける人なんている？そんな配達員さ、いる？いないよね。しかもさ、ラーメンでね、2500円分だよ、私。全部込み込みで配達料含め2500円分頼んでんだよ。ねえ。お金返してもらえないよ。いや、もうそのクレームだけで多分、もう頼まれないんじゃないの。そういうことがあったんだよ。で、すんげえね、じじいなの。60ぐらいのじじいでね、なんつうのかな。わかりやすく言うとね、アスカを老けさせた感じ。チャゲ&アスカみたいな話し方だね。いやーみたいな。アスカがさ、ちょっとね、決まってる時の喋り方みたいな。アスカみたいなさ。わかる？アスカがいい友に出た時にちょっと決まってたんだけど、それを見ればわかると思うんだけど、その喋り方にそっくりなんだよ。そう、体揺らしてね、こう、そういう感じ。で、なんかね、もうムカついたから、もうこれさ、もう出会い系やるしかねえなと思って、もうそれが昨日の出来事にいろんなことあったでしょ？今まとめると、ウォーキング達成しました。渋谷までゴールしました。ウーバーイーツのジジイと大喧嘩。ね、夜はね、化け猫との戯れってね、おじさんともね。こう一日だったでしょ？で、逆に、養分伊藤くんね、いるじゃん、猿。あの猿は、めっちゃ食べないんだよ。もうちょこちょこちょこっとしか食べないの。だから体もちっちゃいじゃん。ね、足も短足だし、ガニ股だしね。すんげーちっちゃいの、養分伊藤くんってこんぐらいだからリアルで会うと。ね。こんぐらい。おい、マンジャリーとか言ってね。こんぐらい。ほんとにこうやって、おい、マンジャリーみたいなね。お前んち泊まらしてくれよみたいなさ。そう、小人族みたいな。すんげえ足短いんだよな。短足っていうか。足短くてお尻がボロンってね、プリケツなんだよ。で、ガタイはマッチョなんで、結構脱ぐとすごいね。手とかさ、筋肉質だし。昨日渋谷にさ、リアトツ来てくれたんだけどな。そう、私が歩いてる間に、どのあたりかな、三軒茶屋あたりぐらいね、車でパーって来てさ、差し入れ持ってきてくれてね。ワンワンも憎めないタイプ。まあ、はっきりしてるからね、あの子はね。
だから、オカマとかには好かれるタイプの、オカマに嫌われるタイプってね、なんかね、こんなくねくねしてさ、ね、あんとかだーんとか言ってね、いやーって、マイコはちょっと、やでーみたいな、これ、トマトとか食べれないみたいな女ね。もうぶっ飛ばしたくなるからさ、そうなの。いや、クルちゃんも結構私好きなんで、こう言いな、やりまんとかね、ねえ、下げまんとか言うけど、クルちゃんは結構好き。何気に。うん。クルちゃん可愛いしね。いや、あの人も結構性格きついんだよ。男っぽいんだよね。なんかしっかりしてるっていうかさ、なんつうの。結構ね、あの男っぽい、ね、中身。ブーちゃんの方がかわいい。いやー、ちょっとごめんね、みんな配信者の話ばっか。ブーちゃんはちょっとなー、ふわふわすぎてな。なんかちょっとな、ブリッコだからな。もうブリブリじゃん。ブーちゃんね。ブーちゃんちょっと、酔っ払っちゃった、みたいなさ。ブーちゃんと、自分でさ、自分、名前を言う人私嫌なんだけど。自分の名前、例えば、ナナだったらね、ナナちゃんはってね、自分のことをナナとかね、名前呼びする人、結構配信者って多くない？キモい。ねえ。いや、まださ、10代とかね、20代ぐらいだったらいいけどさ、30代とか40代の人がさ、名前呼びするとちょっと、とか思うよね。ねえ。そうでしょ？カレンちゃんはカレンって言う？カレンちゃんって私はって言わない？名前呼びしないよね、あんまりね。ん？シゲちゃんは何？シキはって言うの？やっぱりみんなここでは好印象な女性配信者でマルコスちゃんとかだな。うちの枠は結構マルコスちゃんリスナーも多いんだよね。結構被ってんの。ジャンル的にね。だから女の人から見るとちょっとブスで、なんかそう女っ気ない、ちょっと活発な女みたいのを応援したいんだろうね。女的にね。美人すぎて可愛いとか、なんかね、ブリブリしてるより、ちょっとさっぱりしてるような感じの方が応援しやすいよね。うん。あ、モンちゃんね。で、モンちゃんはさ、面白いんだからさ、目が見開きすぎて怖くない？なんかこう、なんつうの。ずーっとなんか、なんか瞬きしてんのみたいなさ。わかる？目乾くんじゃねえのみたいな。目が飛び出そうみたいなさ。目怖いよね、結構ね。斜めでなんかこう、こうずーっと目が飛び出てるの。こう。こらこら。でも、喋りめっちゃうまいよね、あの人ね。外配信とかめっちゃ面白いよ。な、今日とかなんかね、外配信してるのずーっと見てたけど、結構面白いよね、外配信の。ちゃんと許可も取ってるしさ。カナミンなんて喋ってる半分がわかんないじゃん。はい。あ、魚群が来た。わーい。魚群の流れが横からみんな流れてくるみたいな。わかる？で、テンション上がってるとちょっと、なんかそういう喋り方、なんか急に素の喋り方に戻んね。カナミンは、みたいな。わかる？あの、なんかね、すごいね、差がね、あの人な。ひどさ。わかるでしょ。カナミンちゃんもあれだよな。みなみちゃんは違うじゃん。みなみちゃんは、みなみ、イベント中なんで、いや、そんなにアイテムとか、投げてなんて言わないんですけど、でも、応援してもらいたいっていうか、応援が大事かなってね。
ツイッターの方にも、いろいろ活動とか書くんで、あ、ちょっとすいません。歌は今日は、あんまり歌、喉の調子が悪くて、歌いたくないっていうか、みたいな。リボンね、ここにつけてるね。あ、こっち側、画面で言うとこっち側につけてるね、いつもの。白いリボンとかね。だいたい左側についてるね、こんな。コラボしてほしい。でも気使えそうだよね。みなみちゃんとかコラボすると。やっちょくんの笑い方？ああ。やっちょくんの笑い方は、みたいな。たまになんか引き笑いみたいなのあんでんの。たまに、って笑うときあんの。ひどんだちゃん？ドヤさん、ドヤさん、サンサンサン、ハチソンソン、オカマって、ソンで、だよな、みたいな。あくやる。TJ さん。TJ さん。知らなーい。あいや、T シャツ、知らない。みたいな。なんかだるそうな感じでね。マダミンできないかな。ありがとう、ちゃんちゃんです。おたばく、ちゃん、たん、たん。わかんない。マダミンはできないんだよ。なんか声質が違うんだよ、あの人の。なんかおばあちゃんみたいな声に、あの人。あ、でも意外とそうでもない。健康健康。やっぱ運動したのが良かったのかな、昨日ね。はい。おはようございます。みーたんちゃん？はい。どうしたの？僕ドラえもんです。はい。はい。どうし、手測るんですか？今から測るんで大丈夫だよ、喋ってて。お？減ったんじゃない、歩いたから。減ったかな？減ったよ。なんか歩いたじゃん、いっぱい。ちょっと減ったかな？大丈夫？なんか、肩とかもさ、体つき痩せない？痩せた感じがする。いや、一日ではそんな変わんないよね、人間はね。違うよ、違う。前からすれば。前からすれば？うん。さっき、細い服を着てんだよね。本当に？うん。細めの。変わったような感じがするよ。ちょっとね、タイトな服を着てるんね。あ、それでかな。引き締まって見えるからね。そう。うん。いやー、痩せてる！でしょ？いやー。やっぱりそうだよ。85.3 キロだ。ドラえもんじゃないっすよね。そう、雨、今日ドラえもんじゃないね。じゃあ、大山信代さんご本人じゃないっすよね。あ、違います。あ、違いますか？はい。ちょっと僕ドラえもんですって言ってくれない？リスナーさんが言ってんでしょ？うん。僕ドラえもんです。もうちょっと僕ドラえもんですって、こう。タケコプターって言ってくる？テンション高めに。タケコプターのび太くーんって言って。のび太くーん。よし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 、いいよいいよいいよ、撮れたとこの絵が見たいっちゅうねん。じゃあ、ここの角を狙うのね。ここね。よしよしよし、あと8回、8回。あ、いいとこ入ってるんだ。これ取れんじゃない？来い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 
そうだよね。はい。いただきマンモス。ごちそうさまです。いただきました。